やれやれ、今回の仕事も骨が折れたな。てめえら、何をボサッとしていやがるんだ。仕事の後は酒だといつになったらわかるんだ。さっさと持ってこい。ただいま戻りました。お持ちしました。クズだ。ガン首揃えて酒一つ用意するのにどれだけ時間をかけるんだ。やはり仕事の後は酒よ。おい、何をぼーっとしてる。酒が切れたぞ。早く次を持ってこい。なんだその顔は、不満でもあるのか。いえ。だったらもっと愛想よくしねえか、この役立たずの元奴隷が。本当なら細切れにして豚の餌のところ、ちょっとばか試験の腕が立つかって大員にしてやったんだろうが、その恩を忘れてか。失礼しました。代わりの酒を。もういい、下がれ。お前の血で酒瓶を怪我されてはかなわん。最近はお前がかばうから、他の下級団員どもも随分と余ったら出るからな。あいつらに順番に持ってこさせろ。さっさとその傷を治しに行け。いつまでもその辛気臭い面を見せたままにするな。
スピネル。清掃用具の片付けが終わりましたよ。スピネル？まあ、怪我をしているではないですか。いつもすまないな、ラピス。いいえ、それは私の、いえ、私たちの言葉です。あの団長に逆らえず、立ち向かうこともできず、逆風に向かって立つあなたに全てを押し付けてしまっている私たちの。逆らうことも立ち向かうこともできず？そんなことはない。みんな勇気を持って立ち上がってくれた。矢面に立つことだけが貢献ではない。なぜなら、私が立ち向かうことができているのはみんなが後押ししてくれているからだ。聞け、ロピス。いよいよ私はあの酒を団長に飲ませた。何です？それでは。ああ、下級の者たちだけではない。やはり中級以上の者たちにも、実力を正当に評価されていない者はいた。これで目標の戦力には達した。このような屈辱の日々も、もうすぐ終わるのですね。ああ、決行の日はもうすぐだ。皆に準備をするよう内密に知らせておけ。こちらの仲間が引きつけている。ここにいる以上の団員がお前に反旗を翻したということだ。なるほど。だからどうした？全員ぶち殺すだけだ。スピネル、暗殺は失敗です。一旦立て直しを。いや、それだけはできん。ここで一人でも決着をつける。上等だ。お前から血祭りにあげてやる。このアンシラスが。
スピネル、上段薙ぎ払いです。恐るべき剣の速さ、薬で終わり剣を突き刺されてこれだというのか。その言葉がなければ首を刈られていた。二段突き、右安心に突きができます。血を譲ってやろう。だがこの傷が癒えたとき必ず戻ってくるぞ。その時がお前たちの最後だ。そんな、これでは。この私、スピネルが討ち取ったと。団長の行方が分かりました。何？本当か？どうしたというのだ？それが、団長は人間界に転移しており、そしてその先で方法はある。我々でその元団長を殺したという神奈月空とやらを抹殺すればいい。そうすればあやつよりもさらに強い相手を倒したことになり、我々も認められる。だが場
私は右も左もわからぬ人間界、新たな宿主も探さねばならん。場合によっては嫌な仕事も汚い役目も受け入れなければならない可能性もある。それでもついてきてくれるか。今更ですよ。